ラシンクラブ、またはラシンクルブでアベジャネーダはアルゼンチンの中東部ブエノスアイレス州の都市アベジャネーダを本拠地とするスポーツクラブ。バスケットボール、ボクシング、武道、ローラースケート、テニス、バレーボールなどの競技チームも所有しているがサッカークラブが有名である。サッカークラブはボカジュニアーズ、 CA リーベルプレート、CA サン、ロレンソデあアルマグロ、CA インデペンディエンテと共に、伝統的に、アルゼンチンのビッグ5に数えられる。アルゼンチンフットボールの黎明期、アルゼンチン国へのフットボール普及の中心的役割を果たした、英国系クラブのアルムに、AC が消滅した後に、ラシン・クルブは、アマチュアリーグ時代の1913年から1919 19年までに、 7連覇を遂げ、アマチュア時代に合計9度の優勝を果たした。そのため、当時アルゼンチンにおけるアルムニの後継的存在のクラブとなり、その優れた成績からラアカデミアという経緯を表された愛称で呼ばれるようになった。そして、この愛称は現在も引き続き用いられ、クラブとサポーターの誇りとアイデンティティとなっている。 プロリーグ過後に8度優勝しており、計17度のリーグ優勝している。国際舞台においては1967年にコパリベルタドーレスとインターコンチネンタルカップを1988年に第1回スーペルコパスダメリカーナとスーペルコパインテラメリカーナを制している。アルゼンチンのクラブとしては CA インデペンディエンテに次いで2番目に南米制覇を果たし、アルゼンチンで 初めて世界制覇を果たした。アマチュア時代には、アルゼンチンサッカー協会と、ウルグアイサッカー協会が共同で組織したコッパ・アルダオ、や、コッパデオ・ノール・クセニエールでも優勝している。青色と白色のユニフォームを着用していた1906年の、チーム1901年5月12日、国立中央カレッジの学生グループが FC バラカス、アルスドを設立し、ペドロ・ウェルネルが、 初代会長に就任した。しかし、FC バラカス、あるスド設立、一周年を前に、ユニフォームの色に関して、内部対立が起こった。会長側メンバーは、黄色と黒の縦縞を希望し、残りの多くのメンバーは赤色を希望した。そして多数派であった反会長派である赤色支持のメンバーが離脱をし、赤色のユニフォームを着用するコロラドスニードスが、 設立された。しかし、この分裂状態が長く続くことはなかった。1903年3月25日、ブエノスアイレスのアシエンダ市場で会合が行われて、両クラブの分裂解消が決定され統合することとなった。この際に出席者の一人エルマン・ビダジャックが、フランスのスポーツ雑誌を手にしていて、そこには、 フランスのフットボールクラブ、ラシンパリが1902年に優勝した記事があった。ラシンパリは当時、フランスで、かなりの強豪チームであった。彼がこれを仲間たちに見せると、喝采をもって受け入れられ、そこからチーム名をラシンクルブでアベジャネーダに改名することが決定された。そしてユニフォームに関しては、 ラシンパリのユニフォームは当時から水色と白の横縞であったが、ラシンクルブのメンバーはユニフォームのデザインまでラシンパリと同じにすることは止めた。ラシンクルブの最初期のユニフォームは上下ともに白色であったが、1904年7月25日に会長側のメンバーが押していた黄色と黒色の縦縞のユニフォームを着用することが決定された。しかし、 このデザインは、ウルグアイの CA ペニャロールと同じということで、デビューして1週間で廃止となった。その後、ユニフォームはピンクと青の格子のデザインになり、それから1908年に青地に白の太い横縞のデザインへと移り変わっていった。しかし、1910年にアルゼンチンの独立100周年を記念して、ユニフォームから、 を国旗と同じ色の水色と白色に変更することにした。そして、羅針パリの横島ではなく縦島のデザインにすることを決定し、このデザインは現在に至っている。羅針は1905年にアルゼンチンサッカー協会の会員となり、アルゼンチンサッカーリーグの2部リーグでプレーした。1908年12月13日、プリメーラ・ディビシオン昇格をかけて、 CA リーベルプレートと対戦。試合はリーベルが2から1で勝利した。しかし、試合後、羅針は、リーベルのサポーターが試合中に何度もピッチに飛び降りた、ことを理由に、AFA に、試合の無効を訴えた。AFA は、この要求を受け入れて再試合が行われたが、再試合ではリーベルが羅針を7から1で葬り去って、昇格を決めた。 1909年にも昇格プレイオフに出場したが、今度は、クルブデヒムな試合へすぐりまでブエノスアイレスに敗れた。そして、1910年、4000人の観客の前で、ボカジュニアーズを下し、ついにプリメーラ昇格を果たした。この試合では、フェルナンデス、セミナリオ、アジャン、ウィンネ、フアンオアコ、アンヘルベトラール、オジャルサバル、アルベルトオアコ、フィルポ、フレルス、 フアン・ペリネッティが先発メンバーに名を連ね、フレルスとエ語アコが得点した。リーグ初優勝を飾った1913年のチーム1911年5月7日に、プリメーラ・ディビシオンでの初試合を行い、c a 3イシドロに1から1で引き分けた。この試合で、カルロス・スカローネが、クラブ初得点を挙げている。初勝利は6月18日の、キルメス AC 戦であった。 このシーズンには伝説的なクラブであるアルムに AC から3から1の勝利を挙げているが、この2ヶ月後にはベルグラーノのチームに1から5で敗れた。アルムにはこのシーズン終了後に解散したため、敗れた試合が両者の最後の対戦となった。1913年シーズンはリーベルと並んで、首位でレギュラーシーズンを終えた。プレイオフ初戦ではリーベルを3から0で下し、 プレーオフ決勝では、3位シドロー2から0で破って、リーグ初優勝を飾った。この時のラシンには、エイオアコ、マルコベッチオ、ペリネッティ、オチョアなどの名選手が在籍していた。1914年シーズンには12試合を42得点、7失点の好成績で終え、2位のエストゥディアンテスで、ラプラタを抑えて2連覇を達成した。 20試合で58得点を挙げて優勝した1917年のチーム1915年シーズンは24試合で95得点、5失点という結出した成績を残し、プレーオフ決勝では2年前と同じく3石ドロと顔を合わせたが1から0で再び3石ドロを破って3連覇を果たした。この試合はローカルライバルである CA インデペンディエンテのスタジアムで行われ、 ラシンの先発メンバーは、アルドゥイーノ、プレスタ、レジェス、ベトラール、オラサール、ペペ、カナベリー、エーオアコ、マルコベッチオ、オスピタル、フアンペリネッティであった。1916年シーズンには39得点10、失点を記録し、21試合で勝ち点34を獲得。2位の CA プラテンセは勝ち点3 2に止まり、リーグ4連覇を果たした。 1917年シーズンには20試合で58得点、4失点という圧倒的な成績を残し、勝ち点35でリーグ5連覇を果たした。2位のリーベルは勝ち点30であった。1918年シーズンは49得点9失点であり、19戦無敗で6連覇を果たした。1919 19年には反体制派のリーグであるアソシアシオンアマテウルスで、 フットボールに移り、23試合を無敗で終えて7、連覇を果たした。43得点10失点で、勝ち点26を獲得した。2位は、勝ち点20の CA、ベレスサルスフィエリドであった。8連覇を目指した1920年シーズンは、ディーベルに、勝ち点に及ばず2位に終わった。1921年シーズンは73得点16、失点を記録し、 38試合で勝ち点66を積み上げて王者に返り咲いた。アマチュア時代最後のリーグ優勝を果たした1925年のチーム1925年には24試合で勝ち点39を記録し、アマチュアリーグ時代最後のリーグ優勝を飾った。ラシンは全国リーグ創設後の22年間で9回の優勝を果たしており、この驚くべき成績により、他チームから フットボールのお手本と称され、アルゼンチンサッカー界における、ラ・アカデミアというニックネームを授かった。リーグタイトルの他には、コパデオノール・ムニシパリナード・デブエーノス・アイレスで4回、コパイ・イバルグレンで5回の優勝を果たしている。国際舞台では1913年にコパデオノール・クセニエールで優勝し、1917年と1918年には、コパ・アルダオで優勝した。 アマチュア時代の著名選手には、エイオアコ、アルベルト・マルコペッチを、ペドローチョア、カルロス・ガルデル、ナタリオ・ペリネッティなどがいる。1932年にはコパ・ベカール・バレーラで優勝し、1933年にはコパ・デ・コンペテンシアで優勝した。1930年代には、リーグ優勝が一度もなく、1932年、1933年、1936年の3位が、 この期間の最高位であった。1934年に34得点、1936年に32得点を記録したエバリスト・バレーラが2度得点王に輝いた。バレーラの他には、フェルナンド・パテル・ノステル、チュエコ、ガルシア、ビゼンテシトなどが目立った活躍を見せた。1940年代もリーグ優勝から遠ざかり。 1946年と1948年の5位が最高位であった。1945年のコパでコンペテンシア、ブリタニカでは決勝でボカを4-1で破って優勝した。この時代の羅針には、ホセサロモン、ジリ人のセルヒオ・リビングストーネ、パラグアイ人のストライカー、デリフィン・ベニテス・カセレスなどがいた。1948年はストライキが起こるまで、 インデペンディエンテとリーベルに次ぐ3位につけていたが、反体制派の選手の多くは、アルゼンチン国外でプレーしたため、彼らの穴埋めとして、ユースカテゴリーから選手を補充せざるを得なかった。その上、CA バンフィエリド戦と c a ん、ロレンソであるマグロ戦で挙げた勝ち点を除外されたため、優勝争いから脱落し、ライバルのインデペンディエンテにタイトルを持っていかれた。 プロカゴ初優勝を果たした1949年のチーム1949年、プロカゴ初めてのリーグ優勝を果たし、ジャミル・シメスが得点王に輝いた。1950年にはエスタディオ・フアンドミンゴ・ペロンが完成し、ベレス・サルスフィールドとの落成試合に力から0で勝利を収めた。リーグ戦では2連覇を果たし、20得点のシメスが再び得点王に輝いた。 1951年にはリーグ戦プレイオフでバンフィールドを破り3連覇を達成。ギジェルモスタビレ監督が率いたチームはプロカゴ初めて3連覇を成し遂げたチームとなった。1952年シーズンはリーグ最小失点を記録したがリーベルに次ぐ2位で4連覇を逃した。 1953年シーズンも好結果を残して3位となったが、1954年シーズンは優勝した母カに遠く及ばない10位に終わった。1955年シーズンには反体制派の選手も恩赦によってプレーが許された。1958年にはホセデリャトーレ監督の下で13度目のリーグ優勝を飾り、1959年シーズンは2位となった。 この期間には、ノルベルト・メンデス、ルベン・ブラボ、シメス、マリオ・ボジェ、アルベルト・ラステッリ、ペドロ・デラチャ、エス・ラス・エド、マヌエル・ブランコ、エルネスト・グティエレス、ペドロ・マンフレディーニ、アルナルド・バライ、フワン・ホセ・ピスッティ、ルベン・エクトル・ソサ、オレス・テス・コルバッタなど、多くの名選手がラシンに在籍して、成功に貢献した。コパリベルタ・ドーレスとインター・コンチネンタル・カップで、 優勝した1967年のチーム1960年シーズンは、リーグ最多の72得点を記録して4位となった。このシーズンの CA ロサリオセントラル戦には11から3で勝利し、リーグ最大得点差勝利記録を更新。サウル・オンガーロ監督が率いた1961年シーズンにも、リーグ最多の68得点を記録し、勝ち点47を獲得して14度目の、 リーグ優勝を果たした。1962年シーズンは9位に終わり、コパリベルタドーレスでは、ファーストステージで敗退した。1964年には、サンティアゴ・サコールが新会長に就任。フワン・ホセピスティ監督に率いられた1966年には、リーグ最多得点と最小失点を記録し、勝ち点十一を獲得して五年ぶりのリーグ優勝を果たした上に、 39試合連続無敗のリーグ記録を樹立。メトロポリターの1967では決勝に進出したが、エスティディアンテスでラプラタに0の3で敗れた。同年のコパリベルタドーレスでは順調に勝ち進み、決勝でナショナルモンテビデオ鬼の1で破って、同体開発優勝を飾った。同体改正派はアルゼンチンのクラブとして2チーム目である。 13得点を挙げたノルベルトラホが得点王に輝いている。同年にはインターコンチネンタルカップにも出場し UEFA チャンピオンズカップ王者のセルティック FC と対戦した。グラスゴーで行われたファーストレグには0から1で敗れたがブエノスアイレスで行われたセカンドレグには2から1で勝利した。一勝一敗となったため大会規定によりモンテビデオで プレーオフが行われ、フアンカルロス・カルデナスの得点で1から0と勝利を飾った。当時の選手には、キーパーのアグスティン・マリオ・セファス、ソサ、ロベルト・ペルフーも、アルフィオ・バシーレ、ラフォ、ルベン・オスワルド・ディアス、ネルソン・チャバイ、ハイメ・マルティノリ、カルデナス、フアン・カルロス・ルリ、フアン・ホセ・ロドリゲス、ウンベルト・マスキオ、フェデリコ・サッチ、コレバッタなどがいた。 メトロポリターの1972では、ウワルド・フィジョールがデビューし、このシーズンだけで6度の PK 阻止を見せて、PK 阻止数のリーグ記録を作った。フィジョールは、後に、アルゼンチンの歴史上最高のキーパーの一人に、数えられるほどに成長している。このシーズンには34試合を戦って、勝ち点43を獲得し、3度連鎖に次ぐ2位となった。 1974年から1978年にかけての期間はひどい成績が続き、1976年には順位表の下から2番目で降格を過労時て回避。1970年代はいかなるタイトルも獲得できなかった。1981年にはスタジアムが整備不良のために閉鎖され、1983年には プリメーラビーメトロポリターナ広角となった。1984年は優勝したデポルティボエスパニョールに次ぐ2位となり、昇格プレイオフに出場。プレイオフでは CD モロンと CA ラヌースを破ったが、プレイオフ決勝でクルブでヒムナシアイエスグリマラプラタに敗れて昇格の道が途絶えた。バシーレ監督に率いられ、創造的な中盤の選手であるミゲル・コロンバッティが、 牽引したチームは、1985年にも2年連続で、昇格プレイオフに出場。今度の昇格プレイオフでは、CA アタランタに2試合合計5から1で勝利し、プリメーラディビシオン復帰を決めた。1988年には、第1回スーペルコパスダメリカーナに出場し、バシーレ監督のチームは、決勝でクルゼーロ EC を破って優勝。同年には、 スーペルコパ・インテラ・アメリカーナに出場し、スポルティーボ・エレディアーノーさんから0で破った。1989年には久々にコパ・リベルタ・ドーレスに出場したが、アトレティコ・ナショナルに敗れた。1992年にもスーペルコパ・ス・ダメリカーナの決勝に進出し、決勝では4年前と同じくクルセーロと対戦した。アウェーのベロ・オリゾンテで行われたファーストレグに0から4で破れ。 セカンドレグには1から0で勝利したものの、2試合合計、1から4で準優勝に終わった。アペルトゥーラ1993でもタイトルに近づいたが、リーベルプレートに次ぐ2位に終わった。この時代の主力選手には、フィジョール、グスタボ・コスタス、ネストル・ファブリ、トッティ・グレシアス、ルベンパス、クラウディオ・ガルシア、クラウディオ・ロペス、フェルナンド・キロスなどがいた。 ラシンは1998年に財政問題に直面し、1999年の国家的な危機の最中にダニエル・ラニン会長が破産を宣言した。2000年には経営権がブランキセレステ株式会社に譲渡された。財政危機がクラブを破産に追いやったにもかかわらず、アペルトゥーラ2001では1966年以来35年ぶりのリーグ優勝を果たした。 マキシミリアーノ、エステベス、ホセチャトルク、クラウディオ・ウエダ、アドリアン・バスティア、ガブリエル・ロエッシュ・ボルなどがチームを構成し、指揮を取ったレーナルド・メルロ監督はこの異様によってアイドル的存在となり、サポーターは銅像を作った。これに続く期間はいくつかの例外的なシーズンを除いて定調な成績が続いた。2000年からの9年間は外部団体の管理のもとにあったが、 2008年7月には、経営権が再びヒエリの市民団体の手に移った。12月21日、ロドルフォ・モリーナが新会長に選出され、SA という企業が、クラブの運営を担うことになった。リカルド・ロンバルディ監督や、ミゲル・アンヘルルスソ監督が指揮を取り、ゲームメーカーのジオバニ・モレノやストライカーのガブリエル、アウチェなどを獲得したが、依然として成績は低迷した。 クラウスーラ2011の最中には、ルッソ監督がクラブを去り、ディエゴ・シメオネ監督が就任した。シメオネ監督は、アペルトゥーラ2011でも継続して、指揮を取ったが、2011年12月に辞任して、スペインのアトレティコ・マドリードに去った。2011から12シーズンにはコッパ・アルヘンティーナで、決勝に進出し、久しぶりのタイトル獲得が期待されたがボカニ1-2で、敗れて、 準優勝に終わった。その後、アルフィオ・バシーレ、レーナルド・メルロなどが、再び指揮を取ったが、優勝できず低迷が続いた。2014年シーズンは、ディエゴ・国家が監督に就任して、クラブの下部組織出身で、アイドルのディエゴ・ミリートが欧州から11年ぶりに、復帰すると、キャプテンとして若い選手をまとめて、チームを牽引し、グスタボボー アドリアン・セントリオンと強力な3トップを形成し、13年ぶりの17度目となる国内リーグ優勝を果たした。このチームには他にエセキエル、ビデラ、セバスチャン・サハなどがいた。コパリベルタドーレスにも11年ぶりに参戦したが、準々決勝でパラグアイのクルブグアラ2位に敗れた。ラシンクルブの最大のライバルは同じアベジャネーダ地区を本拠地とする。 CA インデペンディエンテである。両者の対戦はクラシコでアベジャネーダと呼ばれ、国内ではボカジュニアーズと CA リーベルプレートのスーペルクラシコに次ぐ関心を集め、アルゼンチンで2番目に権威のあるダービーマッチである。1970年代にインデペンディエンテが対戦成績で上回り、それ以降は現在に至るまでインデペンディエンテ優勢である。ボカジュニアーズ、 CA リーベルプレート、CA サン、ロレンソでアルマグロとのビッグ5同士の対戦も、クラシコと呼ばれ、国内で関心を集める。2011年、CA ベレス・サルスフィールドがプロ開口の優勝回数で、ラシンクルブを追い越したことがあった。これにより、ベレスの選手がメディアを通して、ビッグ、クラブと言われるラシンクルブより、自分たちの方が、上といった挑発を行った。 この時期からベレス・サルスフィエルドとの対戦も以前に増してかなり熱気を帯びている。アルゼンチンで4番目に多くのサポーターを持つ。観客席全体を覆い尽くす巨大な横断幕を持っている。おそらく世界一巨大な横断幕であり、大事な試合の場合に披露され頻繁に使用することはない。正解では、フアンドミンゴ・ペーロン大統領、ネストル・キルチネル大統領が、 ラシンクルブのサポーターであった。そして、音楽界では、国民的歌手のカルロス・ガルデルがサポーターであった。そのため、スタジアムの観客席の一席に、カルロス・ガルデルが座しているフィギュアが置かれている。アルゼンチンのコルドバにある、クルブ・アトレティコ・ラシンは、創設者の一人が、ラシンクルブのサポーターであった。そのため、名前が同じ、ラシンとなっている。 それに加えこのクラブはユニフォームのデザインも水色と白の縦縞でブエノスアイレスのこのラシンクルブと全く同じにしている。エスタディオ・フアンドミンゴ・ペロンをホームスタジアムとしている。このスタジアムの名称はラシンクルブのサポーターであったフアンドミンゴ・ペロン、元アルゼンチン共和国大統領にちなんでいる。その円筒のような外観から一般には エルシリンドロでアベジャネーだという名称で知られる。エルシリンドロは1950年に完成したアルゼンチンで初めて全体をぐるりと覆う屋根付きのスタジアムであった。そして1997年に改築され、かつては12万人を収容したが64,161人収容に減らされた。 そして現在の観客収容人数の限度は5万3000人余りまで減ったが、それでも、エルモヌメンタルに次いで、アルゼンチンで2番目に大きなスタジアムである。エルシリンドロは、ライバルの CA インデペンディエンテのホームスタジアムである、エスタディオ・リベルタドーレスでアメリカからわずかにブロックしか離れていない。このデザインは1973年に1試合限定で、 復活した伝統あるユニフォームに敬意を示し、2005から06シーズンのアウェー用ユニフォームはこのデザインを模している中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。